はい、どうも高野元就です。この動画では皐月賞の前頭分析を行っていきたいと思っております。今週末ちょっとねだいぶ天候が怪しいというか多分雨が降っちゃうみたいなそんな感じでね、先週までねかなり高速馬場だったので、これもしかしたら高速馬場になってマイラーの台頭あるかと思ったんですが、ガラッと僕の考え変わっちゃいました。まあそういったところを踏まえつつね、予想の参考にしていただければそんな風に思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、アドマイヤハダルです。関西圏の芝 2000m で連勝、そしてここに臨むようなね、そんな馬ですよね。結構この馬の戦績を見てみると、内回りコースの芝2000で連勝でここに臨む、そんなローテーションが結構ねベロックスと被るようなそんな気がしてなりません。過去にはねそのベロックスも関東圏に一度遠征があったんですけれども、当時はねトースポ杯で、0秒差タイム差なしの4着みたいなそんな感じでした。まあ、今回はそのベロックスという過去のね比較をあえてするんですが、そう考えるとちょっとこの馬足りないかなみたいにそんな風に感じてしまいます。まあ、この馬 IB ステークスで敗戦したんですけれども、やっぱその時のメンバーというのがね今回ここにも出走をしております。やっぱその比較で言うとね、やっぱ金2走の対戦相手そんなに強いとは言えません。で、その任した相手もディープモンスターであったりとか、シュバレーローズ、この相手がですね、まだ重賞とかで、良績のないような、そんなところでもありますし、まあ、今回ジョッキーでね、多分人気にはなってしまうと思うんですが、まあ抑え程度ですかね、僕の感じとしては、そんな風に捉えたいと思っております。はい、ルーパステソーロです。1勝クラスから臨むんですけれどもね、その1勝クラスで結果出せなかった、ここは痛いですね。やっぱその過去の1勝クラスの皐月賞参戦っていうのはなかなかいい結果を残せておりませんし、やっぱここは試金石というか、現状の力試しの一戦、そんな風に捉えております。はい、ステラベローチェです。前走はっきり覚えてます、僕。ですね。この馬は S 評価にしたんですね。共同通信杯で。S 評価にしたんですけれども、結果はなかなか止まらず、ちょっと申し訳ないような、そんな結果になってしまったんですが、やっぱ僕のモットーとしてね、S 評価とかそういった高い評価を下した馬は、そう簡単に諦めたくはありません。で、今回の皐月賞なんですけれども、どう取るかですよね。この距離とかね、いわゆる小回りコース、いずれも初体験ですし、やっぱ前走5着以下の馬が今回の皐月賞においてかなりいい良績が全くないような、そんなところも踏まえて、はっきり言って数字の上では強調材料はないです。ないんですが、やっぱ信じたいんですよね、この馬に関してはまだ。ちょっとね、その馬号の子供ではあるんですが、2走前にその朝日杯フューチュリティステークスでレコード決着の2着、結構こんな高速馬場をこなせるんだみたいに思ったのが、この馬を評価した、まあ、そもそもの始まりではあったんですが、やっぱそう考えるとね、2走前とか、デビュー戦、ここかなり道割るというか、かなりタフな馬場で好走をしたというか、勝ち切った、やっぱここは見ちゃいますね、どうしても。で、その冒頭に言ったんですけれども、今週末っていうのはね、結構その、馬場が悪くなりそうな、そんなコンディションが想定をされております。で、今回内枠を取ったんですけれども、正直外枠だったらいらないと、そんな風に思っておりました。やっぱその距離という面に関しては経験をしていないので、外を回らされてしまうとなかなか厳しいかなと、そんな風に考えていたんですね。ただですね、この枠でやったらギャンブルができます。ギャンブルっていうのは、いわゆるそのゴールドシップ的な、その、例えばその馬場が悪くなってみんなが外をこう回す中で、唯一一頭だけインからズバッと行くみたいな。そんなことが不可能ではない条件が今回来ました。そう捉えております。逆に言うとそれしかないんで、この馬が勝つとか、好走する道というのは。外一気でね、この、ある程度スタミナの持ったとか、そういった小回り適性ある馬に勝とうなんてまず無理です。なので、ここはもう再打ちをついてくれる。これを条件にちょっとね、評価を、一定の評価を与えたいと、そんな風に考えております。はい、イルーシブパンサーです。前走スプリングステークスに挑んだんですけれども、ちょっとなかなかね、重賞の壁が厚かったのかなと、そんな結果になってしまいました。この馬もまた前走かなり高くね、僕は評価をしたんですが、ちょっと、ステラベルジュとちょっと違うところで言うとね、やっぱ重賞とかそのあたりで業績を残せていない、ここに関しては気がかりであります。やっぱその過去のね、そのデビュー戦だったりとかフリージャー賞、このあたりを見てるとやっぱ左回り、僕はここが結果的にですけどね、結果的に合うのではないかなと、そんな風に感じておりますので、あと血統的に言うとまだ完成はだいぶ先です。その中でね、好勝負して、期待したんですが、ちょっとなかなかというところだったので、まあそのセオリー通りといいますかね、今年の秋とかね、早ければプリンシパルステークス、
このタイミングでもう一回見直したいなと、そんな風に考えております。はい、ビクティファルスです。これイルシブパンサーの話の続きになっちゃうんですけれども、この馬もハーツクライ3区でね、そうなんですけれども、共同通信杯で速い上がりに対応して、スプリングステークスで時計のかかる馬場で勝ち切った。やっぱ強いですね、これは。この馬に関しては、その全く異なる馬場適性をクリアしたっていうのは、その馬の潜在能力、これで間違いないと思っておりますし、今想像以上というか、そんなポテンシャルを示せたのではないでしょうか。ただやっぱジョッキーのコメントとかを見てみるとね、まだ完成は先とかね、そういったまだ課題を口にするようなね、そんな言葉が並んでおります。やっぱそれに関しては僕もかなり同調するところがありますので、まあ抑え程度ですがね、ここは抑え程度にしつつ、やっぱこの馬に関しても3歳の秋、ここがね一番完成するタイミングだと、そんな風に考えておりますので、気長に待ちたいなと、そんな風に思っております。はい、養蜂レイクです。過去4戦ね、ずっとミチュアルとかその冬競馬とか結構タフな馬場でね使われてきたような馬ではあるんですが、本質的にちょっとどっちかまだ分かりません。例えばですね、この馬春の東京高速馬場、ここですさまじい切れ味を発揮できるかっていうと、僕はちょっとね、あんまりそんな感じはしないんですよね。でやっぱその中中の僕ツイッターでもつぶやいたんですけれども、ディープインパクト×フレンチデプティ、これが中山芝2000ととてつもない相性を誇っております。例えばその弥生賞の勝ち馬なんかを見ても、神の田佐原とか、名将天元とか、そういった結構ね、意外なというか人気のないような馬でも構想をしているので、やっぱ僕の中ではそのクラシック三冠で狙うのであれば、僕は皐月賞、そう考えているんですね。なのでやっぱ東京、春の東京で切れ味勝負っていうと、なかなか僕ね、イメージが湧かないですし、ちょっと D マジェスティっぽいのかなという、そんな気もしております。まあ、ちょっとね、不器用な馬なので、正直大外一騎しかできないとは思うんですけれども、例えばね、どうなんですかね、ちょっと異常な外出し馬場になった場合、ここに関してはね、この馬の体調をするような、そんなチャンスがあると思いますので、ちょっと当日の馬場まで正直見たいです、この馬に関しては。そのツイッターのちょっと続きになっちゃうんですけれども、中山級レースに、同じような配合の馬が出走を予定しておりますので、まあ、その馬を見つつね、ちょっと考えておきたいと思っております。はい、エフフォーリアです。デビューから3連勝でね、ここに臨むようなそんな馬ですね。まあ共同通信杯組のね、このレースに対する相性、これはもうみんな知るところだと、そんな風に思っております。ゴールドチップだったり、イスラボニーだとか、ディーマジスティとかね、そんなような馬が連勝を飾っているんですけれども、やっぱその中には共通点がありまして、共同通信杯を上がり3ハロン33秒台前半、これで勝った馬というのが2010、過去、9年ですかね、東京開催除いた過去9年で、そういった連帯率、馬券内率 100%、そんなデータもあります。で、まあ、デビュー戦でね、一応その小回りコースも経験はしているんですが、まあ、走法とかね、見る限り小回りはね、そこまで正直向かないとは思っています。まあ、一番向くのはスローのね、過去2戦の内容を示す通りであるんですが、まあ、ここは潜在能力でどこまでというね、そこが正直なところかな。まあ、そんな風に僕は考えております。で、まあ、ミチュアルは やったことないので、どれぐらいの適性があるかわかんないんですけれども、結構この馬の近親をちょっと見てみたいと思うんですね。近親母系がね、かなりその名門系というか、そんな感じになるんですけれども、まあ、例えばアドマイアムーンとか、ヒシアマゾンとか、そんなような馬がいるんですけれども、例えばアドマイアムーンなんかは現役時代に、ミチワルの宝塚記念を勝っております。ヒシアマゾンもね、八重尾の馬場で何回も勝利をしておりまして、ケイティプライドというちょっとこれ、知る人ぞ知るみたいなそんな馬ではあるんですが、重賞での馬券圏内は、人気薄で、八重尾というそんなね渋った馬場でした。まあ、血統から見るにね、割と適性はこなしておると思っておりますし、まあ、エピファネーヤ3区、これもデアリングタクトはね、ミチワルの桜花賞とか、秋華賞とか勝っておりますので、まあ、悪くはないかな、それぐらいな感じですね。逆にまあこの馬が仮に凡走するとしたら、そういったストライドの大きさというか、そういった走法がね、なかなか今回の条件向かなかった、そこしかありえないと思いますので、であればまたダービーで狙います。というちょっと二面性を持ったような馬ではありますので、今回、まあ狙うとは思うんですけれども、狙った後にもし、なかなかね、いい結果ではなかったとしても、もう一回狙います、ダービーで。まあそんなような感じとして捉えてください。はい、ダノンザキットです。前走弥生賞ね、3着となってしまったんですが、これをどう取るかなんですよね。正直言うと、勝ってほしかったです。
まあ、メンバー的にもね、全然先着、過去に先着したような馬がたくさんいたような、そんなメンバーでしたし、勝って欲しかったんですが、その一方で、あのスローで、まあ、しょうがないかなという、そんなところもあります。まあ、1000メーター通過がだいぶ遅かったですし、その中でちょっと3、4コーナーでの反応も鈍かったです。ただ最後の直線をちょっと見てください。最後坂ですね。坂登ってからちょっとね、ぐーっと加速をしていって、ほんとゴール後はね、その、なんですか、2着はほんと、あと1本とこまで捕まえるみたいな、そんなとこまで行きました。やっぱ休み明けですかね、あの負け方を完全に。まあ、週中の僕ツイッターの方でだいぶこの馬の評価をね、ちょっと疑問を持つようなそんなデータを提示してしまったんですが、少なくとも前走はただのトライアル、そういう風に割り切っても僕は、おかしくないかなと、そんな風に思いました。で、今回の中間なんですけれども、結構僕の目にはね、稽古はかなりよく映りました。まあ正直やっぱここが狙い目だったのかなというふうに考えてしまうような動きでしたし、やっぱりその春参戦っていうのを考えると、やっぱ、休み明け初戦の弥生賞、ここは全く仕上げる必要なかったんでしょう。まあ少なくとも前走より上というね、僕は評価をしております。で、それを踏まえてのその先のちょっとね、見据えたいんですけれども、この馬が例えばダービー出たとして、どういう評価を下すか。いわゆる春の東京の C コース代わりの上がりの速い時計の速い、そんなところでね、僕かなり勝つってイメージなかなか湧かないんですよね。やっぱキレというよりはどっちかというとパワー型というか、そんな印象がありますし、まあその中でね、春参戦の中で言ったらここの今回の舞台、間違いなく一番合います。まあ前走から人叩きされて、今回ちょっと渋った馬場をね、またラッキーと言いますか、そういったところもありますし、例えばこれが高速馬場だとちょっとね、評価を落とした方がいいのかなと思っていたんですが、こういった馬場、想定される馬場を考えるとちょっと評価を上げざるを得ません。そういう風な立ち位置になりました。この馬はちょっとデータとはね、異なるような感じになってしまうんですけれども、今回この馬に関しては僕は評価を上げるという、そういう方向で決めたいと思っております。はい、ラーゴムです。デビュー戦からずっと連帯をキープし続ける、そんなちょっと安定感のあるオルフェーブル3区、そんな馬ですね。この馬のね、特筆すべき部分っていうのがありまして、まあ、過去2勝を挙げているんですが、その2勝というのはね、いずれも上がり3ハロンで言うと35秒台、結構時計のかかるような、上がりのかかるような馬場を勝ち切った。ここはね、かなり僕は、ストロングポイントというか、そんな風に捉えているんですね。やっぱそのステイゴールド系の良さというかね、やっぱ小回りコースでの機動力、これはもうラッキーライラックなんかがまさにその通りなんですけれども、エポカドールとかね、そんなような馬もいたんですが、やっぱオルフェーブルって広いコースよりも狭いコースというか小回りコース、こんなところで進化を発揮する血統なのではないかなと、そんな風に考えております。で、今回なんですけれども、まあ中山2000メーター、前走は中京の芝2000で結構広いコースでね、行われていたんですが、当時の中京結構ね、差しが効くようなね、そんな馬場だったんですね。で、その中で早め先頭で押し切った。これはかなり評価できます。ただどう、まあ難しいところなんですけれども、正直勝ち切るっていうのは僕の中であんまり想定をしていなくてですね、まあ2着、まあ3着とかそのゾーンですかね、僕が今回、印を打つとしたら、まあそのゾーンにケアする一頭として捉えてください。はい、シュバリエローズです。なんかこの2歳戦、3歳戦の物差し馬みたいな、そんな感じになっているんですけれども、まあ、去年のホープフルステークスで5着になりまして、前走年明けの若葉ステークス2着。やっぱりステッド競争ですかね、この馬現状を狙えるとしたら、まだまだね、その今後伸びしろのある馬だとは思いますが、ちょっと今回のメンバーとかそういったところで考えると、ちょっと部が悪いのではないでしょうか。はい、ディープモンスターです。本当なんか名前がすごいですね。ディープモンスターっていう。なんか昔、最強サンデーっていう馬がいたんですけれども、なんかそれっぽいというか、その名前がすごくてね、ハードルが上がっちゃうみたいな、そんな感じの一頭なんですけれど、まあ、ちょっと余談は置いといてですね、まあ、この馬の戦績を見ると、そのスミレステークスとか、あ、そんなとこ結構小頭数をね、狙って使われて、勝利を収めているような、そんな戦績が伺えます。で、今回の舞台なんですけれども、僕はもうはっきり言ってしまうと、向かないと思っております。適性としては限りなく低い。そう考えてしまうんですね。特に前走なんかスタートでね、いきなり思いっきり外に寄れたとか、ちょっとまだまだ課題というかね、そういったところも残るような馬ですし、やっぱその中山適性、小回り適性、となるとね、よどみない流れも含めて、ちょっと僕の中では強調しづらいですね。やっぱそう考えた時に、その厩舎的な部分も含めまして、やっぱ菊花賞、ここが一番合ってるのかなと僕は考えております。その里のルークスとかね、そんなようななんか匂いを感じさせるような馬でもありますので、まあ、気長に秋を待つとか、僕の中ではそんな評価としたいと思っております。
はい、ワールドリバイバルです。多分このまま花を切るのかなと、そんな風に考えているんですが、やっぱその戦績的には厳しいと思っております。まあ前走重傷でちょっとね、厳しい競馬になってしまいましたし、やっぱここはその行くだけ行ってどこまでみたいな、そんな評価で良いのではないでしょうか。はい、タイトルホルダーです。前走余裕賞鮮やかな逃げ切り勝ち、そんなような馬だったんですけれども、あの戦法で勝ってしまったこと、これをどう捉えるかと僕は思うんですね。前走ああいった形で勝ったということは、当然、馬にとってあの逃げとかね、逃げ戦法、少なくとも四角戦闘、あれが間違いなく合うと思っております。ただその皐月賞においてそれをやってしまうと、なかなかね、その落ち切るっていうのは簡単ではないんですよね。まあ、昔を振り返るとサニーブライアンとかセイウンスカイとか、あ、キャプテントゥーレもそうでしたけどね、そんなような馬もいたんですけれども、近年の皐月賞においてはやっぱその四角からこうグイーッとまくっていくような、そんな勝ち方が主流となっております。まあ、ディーマジェスティに始まりましてという感じなんですけれども、去年のコントレールとかね、そんなようなことが多数ありますので、やっぱその前走が特にいわゆるトライアルっていうね、みんなそんなに前に行きたくないし、賞金持ってる馬はそこまで無理して、前を捕まえに行こうともしない。そんな感じの中での恩恵があったのは否めません。やっぱそう考えると僕の中でトライアルホースというかね、そんなことがちょっと頭よぎってしまうんですね。なのでやっぱ今のうちからではあるんですが、例えばセントライト記念とか、これめちゃくちゃ合うと思います。まあ、ちょっとだいぶ先を予約するようなそんな感じになってしまうんですが、ちょっとここではね、評価を落としたいと思っております。はい、浅間のいたずらです。前走スプリングステークス惜しかったですね。島田ジョッキーあとちょっとでね、重傷に手が届くみたいな感じではあったんですが、惜しくも刺されてしまいました。ただね、ジョッキーに騎乗に関しては申し分なかったと思います。まあ、確かに結果論として多少し、仕掛けが早かったとかはあるんですけれども、あの競馬まで行ったっていうのはね、この馬の能力プラス、道割れ適性の高さ、ここがね、すごく良かったのかなと、そう考えています。ただ前走に関しては、このビクトラルピサ3区大得意の距離短縮、これもハマったというね、僕は考えているんですね。やっぱこの3区ってなぜかね、その重賞においては距離短縮がすごく合っていましてですね、距離延長だとちょっとパフォーマンスを落とすような、そんな傾向にもあります。ただ今回に関しても正直やることは変わんないですね。前走ああいう競馬で結果が出たので、まあ、四角戦闘というかそれに近いようなことをやってもいいとね、僕は考えております。まあ買うというか可能性があるとしたら、それこそこの間のスプリングステークスのようなかなりのぐちゃぐちゃの道割る、そうなった時のちょっと三着穴とか、その可能性は捨てきれないので、まあ、馬場次第でちょっと評価を変えたいような、そんな一頭です。はい、グラティアスです。皐月賞って結構ね、僕の中で外枠のイメージがありまして、内枠の方はかえって窮屈になって、こう力を発揮できないような、そんな印象にあるんですね。で、今年の枠順を踏まえまして、結構外枠の中でね、なんかいいのいないかな、みたいに、そんな風に捉えたところ、この馬いいんですよね、正直。まあ、週頭のデータ分析であったりですとか、週中のツイッターとかでもつぶやいたんですけれども、ちょっとね、その辺の適性に関しては正直ないかもしれません。要は1008以下未経験というかなり厳しい条件に引っかかってしまっています。ただこの枠はちょっとそれを全て凌駕してしまう可能性も全く捨てきれません。で、あとこの馬に関してもう一点だけね、強調したい部分がありまして、それはローテーションです。まあ、京成杯からの参戦ってそこまでいいイメージはね、ないのかもしれないですが、昨年からずっと続くトレンドがありまして、それはぶっつけ本番です。まあ、先週のね、阪神ジュベナイルからぶっつけだったサトノレイナス、ソダシのワンツーフィニッシュ、そんなこともありましたし、それこそ去年とかフィエルマとかね、天皇賞のローテで連続構想みたいな、そんなこともありまして、アーモンドアイ、グランアレグリアはもう言うまでもありません。そんなようなローテもありましたので、やっぱそのノーザンだからこそですかね、ノーザンファームだからこそそういったノウハウはあると思っておりますし、今年のメンバーの中で明らかないわゆるぶっつけ本番、賞金を持っていて、今回トライアルを使わずにここに臨むってなると、この馬しかいないんですね。まあ、ラゴンもそれに近いのかもしれないですが、より中山適正ということを考えた時にこのグラティアスが浮上いたします。まあ、前走正直展開とかね、通ったコースを恵まれました。まあ、ただそれを差し引いても上がり3ハーロン最速の競馬で控える競馬に対応できた、まあ、ここはかなり評価していいと思うんですね。まあ、デブルジョッキー皐月賞は結構強いです。そういったところもありますし、結構この枠とかそういった馬場、週末の馬場、それを考えるとこの馬の評価は僕はがぜん上がりました。そんな風に捉えてください。はい、レッドベルオーブです。先ほどグラティアスのところでね、めちゃくちゃこの馬の評価上がりましたみたいに言ったんですけれども、その逆の言葉になってしまいます。この馬 あえて言いませんけども、そういう評価になってしまう馬ですね。この馬の、まあ、戦績を振り返るとレコード勝ちが2回ありました。
もう明らかに高速馬場の適性がめちゃくちゃ高いです。まあ、この配合はディープ×アンブライドルズソングっていうのは去年コントレールを勝ったように別にその距離とかね、そこに関してはそんな不安もないのかもしれないですが、やっぱ基本的にはねそのマイル適性というかそういったところが強調されるような馬だとね、僕は考えております。まあ、この後どういうローテを使われるか分かりませんが、例えばここを使われて NHK マイルカップとか、まあ、そこに行ったら結構僕はかなり好勝負が期待できるようなねそんな一頭だと思いますので、ちょっと今回は評価下げます。ただ、まあ、次走とかね、春の東京とかそういったところに変わった際に、評価を見直したいような、そんな一頭だと考えております。はい、以上で皐月賞の前頭分析は終了となります。今回ちょっとだいぶ面白いのがジョッキーの動きでして、まあ、やっぱその例年のその G1 戦線で言いますと、ルメールジョッキーとか、まあ、ケニアはね、ちょっと調子悪いですけど、デムールジョッキーとか、このあたりが中心になって、周りの日本人騎手がアダウマとかね、そういったようなゾーンにいるんですが、今回は逆なんですよね。まあ、いわゆるルメールジョッキー、デムールジョッキーがちょっと穴馬のゾーンに、騎乗するというような、そんな背景があって、人気によるのはおそらくエフフォーリア、横山武史ジョッキーとか、まあ、カーダジョッキーはね、慣れてると思うんですけれども、そういったところになっております。まあ、そういったジョッキーの心理というかね、背景も踏まえつつ、その枠順とか馬場状態、そういったところもかなり重要となりますので、まあ、この動画が何か参考になればと、そんな風に思っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。